皆さんこんにちは、文ちゃん先生です。今日はですね、冷蔵庫にある余り物を使った宇の花おから料理です。今日は、スライサーを使ってごぼう、それから、玉ねぎ、練り物、おから、生姜、人参とあるので、この辺で作ってみたいと思います。野菜を適当に細かく切ればですね、あとは出汁があれば出汁汁でいいんですけども、出汁がなければ普通の水でも結構ですけども、お味噌を入れてあげると美味しいです。要するにこのお味噌とお砂糖、それと醤油、みりん、料理酒という順番でこう入れますけれども、自分の好みに合わせればいいかなというふうに思うんですね。あまり難しく考えなくて、こう舐めてみた時に美味しいな、味噌と砂糖が入ると美味しいなという、その感覚でやっていただければ大丈夫です。